ちゃゃんんの話、いいいじなスタジオの横には副調整室という部屋があるんですけどそこにまあスタッフ含めて、ね、うちの精鋭たちが座っているわけですが今日はあの際立って赤い人が座ってますね。あ 本当だ、私ちょっとちょうど見えない。ああ、そうですか。なんかで、なんか邪魔なものがあって見えにくい。はい、薬草薫さんが今日はサブにいまして。今日は取材で MBS に来てて、さっきまでね、メッセンジャーのお二人にインタビューをしてたみたいなんですけど。それを終えて、今見学をしています。ええ、でも、今更。今更。何を見学することが。薬草薙さんね見学好きなんですよ。あの人。だい毎日多分見学して、なんかね。ええ、日本中で見学してるんです。こっちに。大の見学好きという。 <laughs> <laughs> その焼きそばさんも見ている中での今日の、ねえー、放送にはなるんですけど、うん、あの先々週の放送でね「菓子三昧」っていうコーナーがありますけど、ね、そこでね「あのはい、やあやあやあ」取り上げましたでし、ね、昨日付けの「スポニチアネックス」によりますとこれね「あのやあやあやあ」が作られた、うん、まあ経緯というものがね古舘一郎さんの YouTube チャンネルで語られたという。 記事が出てて<う>であのこれから一緒に殴りに行こうかって誰殴りに行くんだってう話ですそうの誰殴りに行ったかという相手を明確にしたというですね<ー>、えー、この飛鳥さんが実は言ったという語ったという記事が実は出ててで、ね、おおえ、ちょっと気になるじゃない 聞かれてんじゃねえかっていう気になるんですよね。あ、それはそうだよね。このタイミングでと思って。うん。だって今さら今さらかいそうよね。ね、いつあれ発売になった。いつ？三十年前の話ですよ。それを今さらかいというふうに思いますけど。聞いてますよこの番組。あすかさん聞いてるなこれ多分。え？チャゲさんも聞いてんじゃないこれとして。ほら大変ですね。これねまあ内容言いますと三十年前に古谷さんが司会を務めていたフジテレビの番組があって。 MJ ミュージック・ジャーナルっていう番組があってその中で構成作家として秋元康さん入ってたらしいんですよ。で飛鳥さんはそれを聞いて「どういうことだよ」と「俺たちは別に演歌じゃねえよ」っていうふうに「あのテーマはねえと思うんだよ」っていうふうに言ったとそれを藤崎さんが明かした。その時にさんはですね あの時は本当に怒っていてどういうい曲ででもアレンジすれば演歌になるわけでしょ。それを面白おかしくしたっていうのはね、うん、だから古達さんに電話したんだよねと言って、うん、まあ言ったらこう話が違うんじゃないかっていうふうに講義をしたということがあったということなんですね。だからそのまあ言ったらあの曲が生まれた経緯っていうのはその番組で自分が思っている形じゃない形で自分の楽曲がこう紹介されそうになってしまったところを殴りに行こうかと言って。 言ってこう拳を突き上げたっていう。え秋元さんへ。んとは明言はしてませんけど、私たちがこれを読むと、もう行間にはもう秋元康が。あいつなんだろうなっていう。ね。<laughs> そういう、ね、ことになっちゃうんですよね。<ら>イメージで言うとです、ね、違うと思うけど。<ー>なんかそうあ、なるほどなって。イメージではね。ええって思いました、ね。へ<ー>うーん。 あ、そう、うん。そうなんですよ。あのメールでいろいろこの番組宛てにあの安香さんが喋ったらしいですよなんていう連絡をくださった方も大勢いらっしゃいまして、一応この場でご紹介しておこうかなと思って申し上げておりますけれどね。ね、それなんて言てもそれだけいまうね。それは歌詞残りというそれそれでまたやりますけど、<laughs> はい、それと関係ない、はい、係あの私たちのこの番組とズブズブの関係にある。 自治体がたくさんあるっていうのはね,うね毎回毎回言ってることですけどその中でも特にあのこの福島県とは仲がいいんですよね、はい、私があの福島という名前だとこの間所長さんが代替わりされたんでご挨拶にも来られましてした、ね、お話もちょっとしたりとかして、うん、ででこの本当に先週ぐらいかなにあのまた福島県事務所の方来られてねまた新たないろんな展開がありますんでっていうようなことで。 ちょっとあの、いろんな企画案みたいなこともいただいたりとかして。そうなんですよ。これが、ちょっと面白そうだったといそういうふうに展開があるかもしれないです。だから、やっぱりどうしても私は、ほら、東北付いてるところもちょっとあってね、そのせいで。東北という土地に対する興味は強いんですけどね。ね、まあ、関西にあって、東北って遠いけど。この番組ではね。そう、しょっちゅう取り上げてますから。ええ、隣の福島さんというね。ことで、あの、福島県知事からも、仲良くしてくださいというふうに言われておりますので。この、福島県。 県というところと、私はすごくもずぶずぶなんですけどね。で、この東北絡みで言いますとね。東北のやっぱりね、言葉ってのはいいですね。ああ、確かに。私たちは真似しようと思ってもできない、あの、僕とつとした。ね。そう。上がり下がりがあるような内容な。そうなんですよね。よくあの昔話とかね。はい。あの、そういうのを語ってもらうのに。あ。の、そういう、まあ、講座みたいなあったんですけど。それをね、見に行った時に。 来た先生が、うん、やっぱりそのね東北のあちらの、ね、鉛で「<え>あの桃太郎」とか語ってくれるんですそうするとまたちょっと違う世界に聞こえてそうですよね,はいね旅行をんかで私たちも、ね、<れ>東北とか私も出張でよく行ったりするんですけど行くとやっぱり向こうの人たちの何気ない会話なんかやっぱり聞いちゃいますもんね。聞聞聞いいいいちゃう確かかに何言,何言っててんのなななと思いながらこう聞いたりする<う>でも聞いてなんて って言ってるか、やっぱりわからないから、ちょ、ちょっともやもやするところがあったり。するんです確かにね。それはそうですよ、本当。で、こういうのは、私たちは、まあ、ね、言ったら、趣味の世界というか。うん、別に日常の生活の中で感じるものだから、別に大した問題ではないんだけど。はい、これがね、東北弁がわからないと困るっていう人たちもね、世の中にはやっぱりいるんですよ。え。わからないと困る。例えばね、あのー、二千十一年。 うん、大きな震災があります、はい、ねやっぱりね、はいはい、東日本大震災とかが起こりました、はい、でその時にやっぱりこう被災をした人たちが大勢東北にいるわけですね、えー、でその人たちの被災した体験談っていうのははこれすすごく貴重なな資料になるわけで実際に地震の時にはどういうふうに津波が押し寄せましたかあなたはどういうふうに避難をすることで自分の身を守りましたかっていうようなことを聞いておくっていうのはとても大事なこと、はい、語り継いでいくってこれはねあの関西の 土地においてもそうです阪神・淡路大震災の時のことをきちんと語り継ぐこれはやっぱり大事なこと、うん、で東北においてもそうなんですけど、うん、震災で被害を受けた人たちに例えば東京の地震研究をしてる人たちがインタビューに行きますわねそうしますとね。 何言ってるか分かんないわけですよおじいちゃんとかおばあちゃんに話して、ね、確かにそうでしょうね、うん、でメモ取ろうと思ってこうメモ取るけどどうやってなるわけです、ね、だから書ききれないわねだからとりあえずね手元に IC レコーダー持っていっても一応録音して、ねうん、録音して持って帰りますよね、うんうん、でこれ聞いてもう一回書き起こそうと思うけど ちょっと何言ってるか分かんないってことになるんですよね。それでも分からないわね。なります、ね、確かに。うん、これはもう困りますよね。そ,うそ,うそれとか例えば、え東北の方に実家があって、自分のお父さんお母さんの故郷が向こうにある。うんうん、でそこに両親は住んでて、自分は大阪とか東京とかそういうところで家族を持って独立して働いている。さあそのお父さんが例えば病気を してなくなってしまった。うん、そうすると、この遺産をどう相続するかっていうこともってきますよね。まあ、ねやや俺には兄弟が三人いるとはい、はいで。この財産分与をどういうふうにするかってなった時には、その。話し合いの記録とか、うん、お父さんが生前なんて言ってたかなんかの。はい、明確にこう残しとかなくちゃなかすわけです、ね。まあ確かにそだわ、もう、そうじゃないと争い事になっちゃう,からうね。役場なんか、裁判所なんかに持って行くときには、こう文字に起こして持ってかなきゃいけない。だけど、お父さんが残した遺言が、例えばカセットテープに取ってあったとしても。うん ちょっっとと何言ってるかかわんないと<ー>で俺ももう東京住んで長いからか親父が言ってることがもうわからない<ー>孫に至ってもわからないってことになるんですよなだから東北弁がわからないとかる困るっていう人たちは世の中に結構いて<ー>でそういう人たちのためにですね、うん、実はそういう人たち向けの会社っていうのが東方にあるんですよ。え,えな どういう会社？東北議事録センターというところがあるんですよ。東北議事録センター、議事録会社があるんですよ。ここは言ったら議会の議事録ね。そうですよね。県議会とか市議会とかあるいは会社のなんか大きな会議とか紳士総会とか。穴を刺して会議やったりとなぜ若手の子が議事録書くよ？私もやらされました。やあの番組審議委員会とかね。あ運びさんしないと待ってる議事録待ってくるわ。こういう時に議事録を取る。うん。 仕事ってのがあるんですよアウトソーシングするわけでそすねプロの人にこう聞いてもらってそれを文字起こししてもらうそういう会社なんですけどその中でも特にりとか方言東北の方言にめちゃくちゃ強い会社というのが仙台にあるんですほぼ特化したって感じ東北議事録センターという会社なんですかはということは鉛った東北弁をちゃんとまあ標準語と言いますかそれに直してくれるってわけそういうことなんですよそういう会社があるということが この度私はいろいろ調べたら分かりましてねそ。そういうお仕事もあるのね。ちょっと面白そうでしょう。ちょっとねどんな感じ？どんな会社なんだろうと思っていろいろこうね問い合わせてみたんですよ。<う>花曽さんっていうね社長さんがいるんですけど代表取締役の56歳の男性の方。<ー>私が昨日聞いたリモートで話聞いたんですけど、はい、花曽さんはたまたま東京出張に行ってて<ー>その出張先の応接までリモートで話聞いてる。はいはい すごいめちゃくちゃできるビジネスマンみたいな感じの人なんですかねこの花角さんお花の花に角角さんの角ですね角といい将棋の角用の角この花角さんという方に話を聞いたでこの人はね福島県福島市の出身なんですよあやっぱり福島県の方ですかそう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 旅行会社に勤めてそう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  でまあいろいな添乗員さんとかやってたんですけど、うん、バブルが崩壊した時に、はい、みんなが一気に旅行に行かなくなっちゃってあ、まあね、で、うん、あ困ったなと思ってもう仕事なくなっちゃうなうこのままでゃと思ってどうにかしなきゃいけないなと思っていたところにですね、うん、おじさんがうちの会社に入ららないいかって言ってて言きたらしいんですよ、うん、でそのおじさんがやってた会社っていうのが東北議事録センターという会社で、うんまあ、自治体の議会の会議録を作る会社を やってたんですねそこで働くようになったらしいんですけどねこの会社自体は昭和48年にはもう設立してるんですねそうなんですよ今社員の方はね14人ぐらいいるんだそうです社員は14人なんですけどそこにスタッフの方が大勢いて五十数人いるらしい大勢またそれは9割くぶくり女性らしいですほとんどが女性の方らしいですねでやっぱり仙台にありますから仙台というところは 東北6県ありますけどその6県のいろんなところからやっぱり人が集まってきますよね、うんうん、でいろんな東北出身の人たちがそこにいるんです<ー>で東北の方言って私たちはすぐほら東北弁って。 まとめちゃいますけど。くくりますわね。っやっぱりね、土地土地で全然違うらしいんです。やっぱそうなんだね。うん、まあ、関西でもそうだもんね。関西弁って言われる。と違うでしょで北側とやっぱり南側ではちょっと違,、ね、違います。やっぱり。やっぱり兵庫の北側、うん、日本海側の人と。はい、やっぱり和歌山の本当最南端の方の人たちが。うん、う違う。 やっぱり喋ってることが全然違うし京都も違う神戸も違う、うん、大沢も違うってなりますからすこれ一色他たにしちゃうとダメなんですけど、うん、これってでもなんとなく私たちはその人たちと喋っても会話はできるじゃないですかまあまあそこは理解できるわねうん、うん、ところがこの東北というところはね、まあ、とにかく面積が広いですし、うん、で昔のこの藩の体制ね 県じゃなくて半語、はい、とのこ分かれ方、えーえー、これがものすごく激しいんですってだ,っだ,だから同じ東北出身って言ったって言葉は通じないところが結構あるらしいんです、うん、じゃあ単語自体がちょっともう言い方が違うぞとかあもう全然全然違う<ー>特に難しいのはもう青森県ですね青森青森県には大きく津軽弁と南部弁っていう2つの,この方言があるんですよ、えー でこの津軽地方と南部地方っていうのはずっと仲悪いんですよ。<ー>南部の人たちは津軽のことをやっぱり悪く言いますし<ー>で津軽の人は南部のことを悪く言う。です <laughs>、うん、でこの東北全体のなんとなく東北の方言ってなんとなく関西弁っていうのがあるように東北のなんとなくの方言っていうのがあるんですけど<ー>だから仙台の人が南部に行くと<ー>南部弁はまあなんとなく分かるんですって。 ところが、津軽に行った途端に、うん、もう全くわからなくなるらしいです。あ、そう、うん。それぐらい津軽弁が特殊なんですね、えーうん。あの、東北弁の中でも、日本海側の方言っていうのは、すごくわからないものが多いらしいです。うんだからその津軽弁もそうですし。はい、で、あとは、会津ね。あ、会津若松の会津。会津<図>。はい、福島県内の人たちの中でも、会津、ね、弁がわかる人っていうのは、もう会津の人だけらしい。あ、そうなんだ。特殊なんだ。んうん。 へ共通の東北弁ではがあんまりないんですってこの会津には。でこの花角さんも一回その合図弁のねこうあんたは福島県出身だから、うん、合図弁のこのテープ聞いてちょっとこの書き起こしが間違ってないからちゃんと見てみてって言われて、うん、これ見たらしいんですけど。 ほんと本当に分かんなかったらしいです、えー、同じ福島県でもですよ分からないな、うん、で逆に会津の人は福島県の福島市とか、うん、それから相馬市とかね、うんえー、あの辺の郡山とかああいう海側の言葉も分からないんですえー、同じ県なのにさもう分からないところまで行くったらよっぽどですよねちょっとね 例えばどういうのがあるんですかって聞いたらその相馬とか郡山とかね、うん、あっちの方の人たちで言うと、まあ、海が違うんで多分漁師さんの言葉とか浜川の言葉っていうふうにおっしゃってましたけど例えばあの俺この間「過ちまってない」って言うんですって「過ちまってない」って言ったらど,どういう意味だと思いますねちちちょっっと過ちを犯ししゃったなお素晴らしいです、ね ちょっと失敗したっていう意味なんですよ。ねうん、これ普通だ私たちだったら。そ、うん、の間違えちゃってねとか。間違えちゃって、ね、とかそ。失敗しちゃってとか言うじゃないですか。うんうん、それは。謝つってあんまり言わないでしょ。謝る、謝つって言わないで、ね、う,んうね。謝りは言わない、ね。言わないでしょ。うん、それを向こうの人たちは言うんですって。っ<ー>、うん、で、あともう間にずっとなど。などって言うんです。ってなど。など。 など。など。など。あ、それは、そうなんだ。そうそうそう、っていう意味で、など、など。などって。こういうのが入ってくるから。もう意味わかんなくなっちゃう。そうか。あの、言葉文書の中の途中に、など、などが続いて入って。入ってくるから。わかんなくなるらしいんですよね。福島県も結構ね。あの。難しい。ていうか、その。その地域の人しか喋らない単語は結構多いらしくて。ええ、どん。例えば、あの、ゴミを。 捨えることを、まあ関西でほかすとか言いますけど、ゴミ投げるって言うんですってね。投げるの？投げるってんですって。ゴミを捨てることを投げる。ゴミ箱に入れることを投げといて。ゴミを投げる、投げといてっていうらしい。じゃあ投げるのなんてろうの？投げるはなんでしょう投げるを捨てるだったら面白いですけどね。それとかね、あと雨の日こうわー雨降ったりとか雪降った時に歩くでしょ。そうするとこう靴がこう地面からパッと離れる時に。 泥がちょっと飛びますね。でこれがズボンの外かスカートのそのところにこうつきますでしょ。シミみたいな点々。ね、はい。あれなんて言います？泥が跳ねて、シミがついたの。うん。時に、え、か。あれをなんと呼びます？え、泥跳ね。あれ名前ないでしょないよ。泥跳ね。泥跳ねなんていうかな私名前ないでしょ。うん。これ福島県の人はこれつっぱねって言うらしいです。 突っ,、ね突っね、そ汚れてることだから「つっぱねついちまってない」って言って「えそれ<ー>え何?」って東京では言われちゃうらしいです「へ<ー>いやこれつっぱねだよ」って言って「つっぱねって何それ」って言って「いやだからつっぱねだよ」って言っていやだからよくあることだからそういう言葉があるんだねのかもしれないですねつっぱねってね、うん、でちなみに宮城県ではこれ「しっぱね」っていうらしいですねえ宮城ではしっぱね,しっぱね、うん 福島県では突っパネっていうらしいんですけど、こういうやっぱパネは跳ねるってことかじゃないかな。おそらくね跳ねてるから。突っては突っかけとかの突突じゃないかな。そのなんかこう頭につく単語じゃないかな。シは、それはわからない。そこまでしっかりと私も私も多分喋ってる人たちもわかんないと思いますけども。突っパネ、シパネ。そう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 。まあでねこの言ったこういう単語がいっぱい出てくるからこういうものをこうわかる人たちっていうのはやっぱり少ないわけですよね。 それこそもうね時代とともにどんどん減ってきてるでしょうねだけど東北議事録センターに行けばそこに関して詳しい本当にそれぞれの出身者の方々がいらっしゃるんでこの単語この地域の何かテープが来た時にはこの人このテープが来た時にはこの人とか大体割り振りが決まってるらしいんですよ。ねそんななのでよく仕事が成りり立つっっていううに思たも するんですけどね、うん、でこれ方言だから書き起こしって難しいのかなと思ったらそういうことではないらしくてそもそも書き起こしっていうのはすごく難しい作業なんですってああテープをテープ起こしっていうあーテープ起こしはやったことありますよあの病院行って先生のお医者さんのことガーッて書き起こしたりしたとかあります あその先生が何言ってるかを録音して,てしてそれをバーって書き起こしたりっていうようなことをしたことはありますねあれすごく時間かかりますかかるんでもう繰り返し繰り返しやらないと、ねうん、それからあの会社のね地震訓練やってる練習したやつを全部書き起こすとかいうのは何度かやりました大体、はいうん、これ1時間とか90分のテープ よね。これを作業しようと思ったらどんなに早いベテランの人でもやっぱり1日はかかるとああでもそうだと思う2日から3日かかるみたいです繰り返しやらないといけませんもんねそうそう私もだからそのアナウンサー室の議事録作る時はほんと大変でしたもんね苦痛だよね全般なんかねでもそれをずっと職人さん的にやってる人たちがやっぱり日本中にいるんですってそういう会社の共同体みたいなのもあるんですよ 教会みたたいなのあったりとかしてということは東北だけではなくいろんなところにそういういのあるわけ、うん、だから東北議事録センターはその東北弁に強いんですけども基本的には標準語共通語のものも扱っているということらしいんですけど<ー>であの速記会社って日本中にたくさんあって、うん、例えば東京で主要とされる速記会社、うん、これ速記会社って言うんですよこういう書き起こしをする会社のことそうなの、ね、昔はほら速記だったでしょ。はいはい、あのね 議会なんかも、国会だとね、大体こう議長席があって、はい、その前に答弁席があって、うん、その前のところにね、なんか、 男性か女性か分かかか女いいいけど <laughs> こう向かい合わせでで座ってててと、ね、書いてるもう今速即起って多分2004年ぐらいに亡くなってるんですけどはい、はい、今もねテープで録音したりとか、うん、映像で残したりとかするからはい、はい、これ速記即起の会社っていうのがもともとあってその人たちがこうテープ起こしということをするようになったみたいなんですが<ー>こ東京にある即記会社こういうねテープ起こしの会社で主要となっているのは、うんえー、大和即記情報センター。 会社それから会議録研究所という会社、うん、でそれから、えー、会議録センターというところがあるらしい、えー、この辺が主要な会社なんですって、えー、で関西ではね神戸総合即記というところがあるらしくて<ー>ここがねすごくあの老舗らしいですよで MBS の番組審議委員会も実はここに発注してるらしいですねうですどうやらうんこれ即帰会社にお願いして書いてもらってるみたい、えー、そうですかそうなんですって 議事録は。だから知らないうちに私たちは。お世話。なってんですよ。ね。この金曜で。金曜でいいんじゃないもん。mbs の。中のね。番組審議委員会で取り上げられてますから。ありました。実はそういう速記会社のお世話にはね。私たちはね、なってるんですよね。速記さん。ありがとうございます。はい。速記ってね。やったことあります。あれなんか。いや。ないです。なんか。 独特の文字があるんでで難ししいですよねでしょきっとあれはねやったことないんですよ今でもできる人が本当にもう今訓練する人がいなくなってますからああ講師自体がいないと,いうこと昔はそういうこうねあの訓練するセンターみたいなものをちゃんとこううん国が用意しててそこで練習したりとかみんなしてたわけですけどうそう 最近はななくっててきまじゃあ今は全部そうかもう動画で撮ってしまうということそれとももうパチ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 要するにワープロじゃないけど今はあのね録音するテープあるでテープっていうか今も多分データですよねこれデータあるでしょでこれを耳にこうつけるんですって聞くやつをでパソコンのこういうねキーボードみたいなのがあってでこれをずっとみんなこうパチパチ売ってるんですで一回聞いてあ今何つなんだっけって思うとかあるじゃないですか でこれ一回か巻き戻してでもう一回そこから聞き直してっていうのをボタンでこうやってやってたら面倒だから足元にですねあの電動ミシンの足踏みのスイッチあるじゃないですかあれみたいなのが置いてあるんですってででこのペダルをバシッとこう踏むと何秒かこう戻るんですってそそこそれをれ聞きながらまたパチパチチやって。 で、あ、また分かんなかったら止めて、もう一回戻してっていうのをずっとやってる。んそれ便利。それ僕欲しいな。欲しいよ、欲しい。その議事録作る用のね、そんなのあるんだったら、や、やんの?。いや、いや、分かんないけど。なんか。何使わな。わからないけど、なんか。ラジオの書き起こしとかやりたいじゃないですか。まあ、確かにね。人のラジオがどういう風に喋られてんのかとか。面白いよね。浜村さんがどう喋ってるのかとか、ずっとこう。記録していったら、結構な資料になると思う。ね、ちょっと欲しいなと思ったりもしたんですけど、なんかそういう会社が。 事務所がこうあるんです。<ー>で、こう何十人という人たちがそこでみんな向かい合ってかわかりませんけど、ざ、はあ、ーっと並んでパチパチやってるんですって。放送局のね会社へ来ると大体みんななんか喋ってるじゃないですか。はい、デスク横だと。もうそれそうです、うん、みんなずっと。あ特にアナウンサーさんとか本当によく喋ったんですね。本当にリモート会議とかしてるとね。はい 私喋ってないのに手元のマイクが反応するんですよ周りの声を広げてそうすると後ろで高井美樹さんとかがわーとか言ってるんですよごめんなさいねとか言って毎回マイク切ったりとかするんですけどね MBS の社内のアナウンサーしただとそういうことが起こるんだけどこの議事録を作っている会社なんかもそんなことなくてずっとバチバチバチ静か誰も喋らないってなってるらしいですよ知らない世界ですよねく ねえもう違う別世界ですそれはねえありえませんうちでは実際に見に行ってみたいなと思いましたよねいやほんとねうん,うんあのやっぱ東北弁に特化してる会社ではあるんだけどちゃんと他の共通語のものもたくさん扱ってるからうま常にいろんな仕事がどん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 舞い込んでくるらしくて特にねこの六月4月ぐらいですねこの間の4月とか5月ぐらいはもう忙しすぎて私たちのちょっと取材を受けられないぐらいの感じだったんですよ 季節によってあるのかしらね会議があるから年度末になるとほら議会があったりとかするでしょそれをまとめなきゃいけなくなったりするでしょだからもう45月はものすごく忙しいみたいですよ期末とか3月とかも忙しいみたいですよねえ12月そうなんですよいや全然知らないことばっかりだなと思ったんですけど他にもね知らないことあったんですけどまたちょっと後ほどその辺の話しようかなと思います まあ今日はねどうですか先ほどの音は聞こえましたちゃんと、ねうん、ちょっと意識してやってみます、ね、ちょっとだけ意識してこの、ねね、あ,あんまりでも激しくなりすぎないレベルのやつをこっちでやってみたんですけどそうそうそうスタッフはうわあ盛り上がってましたけどね <laughs> こちらでね聞けた人はまあ耳がだいぶいいんじゃないかなという音環境がいいのかもしれませんけどもね,ね、はい、あのー、今日はちょっとマニアックな話が多すぎますよ絶対的に <laughs> 確かにそう,そうよね この本当に東北議事録センターも相当マニアックだもんねこの番組始まったとき金曜でいいんじゃない始まったとき私ずっと深夜の番組をやっていたのでだいぶこう何ていうか世の中のいろんな隙間をえぐるような番組をやってたんですけどもそこからこうはい出てねお昼間にやってきたんだからみんなに理解できるみんなに受けがいいようなやつをやりましょうって言って第一回の放送覚えてますラーメン女子博に行ってるんですよ 覚えてますか本当に分かりやすい今日の放送でこれ何回目 100? えっとね今日で1 3 7 ?137 回でしょ137回やるとやっぱり人間ってねの元の際に戻っていくんですねだっ結果今やってるのは東北議事録センターですからねラーメン女子博からの東北議事録センターというこの振り幅の大きさをね確かにそうよねほん水菌靴だってそうだもんねなんでやって こんなのっていう感じだもんねいやでもやっぱりそういう人たちがいるから私たちは日常の生活を送れるわけですよそう,、ね、そういうちょっと特殊な人たちのおかげで私たちはい生きてるわけですよいやそうですよこのことを忘れちゃいけないというのがこれは私の中の大きなこうメッセージではあるわけですよ、うん、でも知りたいわそうでしょう。はい、さっきのほら速記なんていうのもはい。だってどうやって やっっててるのかなドラマとかでね見てそういうのを見て、うん、ああこういう側近の役の人だなとか見てどんなことやってるのかなってそんな感じで見て,てるぐらいだもん明治時代ぐらいに日本ででは、ね、<際>始まってるんですよあそうなの明治時代にねえっと明<治>明治18年だったかなぐらいにねあのこの側近を始めたね なあ、名前が若林鑑三だったかな。なんか、ちょっとはっきりと名前覚えたんですけど。はいはい、大学生の時になんか勉強した記憶があるんですけど。ね、その<え>速記を始めた人がいるんですよ。<ー>あ、た、あ、違う、えっとね、たくさり。 タクサリ式っていう速記法があるんです。よくそんなの覚えてる？<laughs> タク式？私一通ね <laughs> 速記のことを調べたときにタクさリ,リ式速記術っていうのがあって、うん、でそれが明治の十八年ぐらいに確か出来上がって、うん、でそれが議会なんかでも使われるようになるんですけど、うん、これがねあの一般市民の中でも必要になってくることがありまして、うん、っていうのがその 普段私たたちは今当たり前のように小説って読みますけどね江戸時代はその半本っていうですねこう何ですか本こうね出版でいろんな読み本みたいな本が出てた小説に似たようなものはたくさんあったんですけどそうじゃなくてこう読んでこうもっと何てかな文学的に楽しめるようなものっていうものをもっとたくさん作らなきゃいけないっていうのは何となく需要が高まるわけですよね。そそののの中でその高 この文学っていいっぱい昔からあるわけですいた落語とか講談とか浪曲とかあるわけですね,ねこれ絶好舌を耕すと書いて絶好と言いますけれどもこの講談師の人たちがこう喋っているものを見,見に行く聞きに行くっていうのはねこれはもう明治時代から大正時代にかけてはすごく流行ったんですよ。うもう今は 東京にそういう公爵子の人たちが出る公爵場っていう専門の小屋はほとんどないですけど。昔はもう東京の街ごとにあったらしい。まあ、でも、そうでしょうね。うんうん、娯楽で言ったら、そういうことだわね。そうそう映画もないしね。そそそうそうそう,そう大阪には大阪のその講談のね、はい、そういう釈場というところがたくさんあったわけなんですけど。はいはい、で、これを、まあ、みんなね、聞きに行くのは、これこれで楽しいんだけど、家に帰ってもやっぱりこうね。ああ、そうか、その時。楽しみたいっていう人たちがいるわけですよ、ね、そそで、そういう需要がある。 で気がついた人たちがこの講談師の人たちとかえその落語家さんのとこに行ってこれをね速記で記録するんですよ。全部こう記録しよう、でこれを本にして売ったらめちゃくちゃ売れた。<ー>でこれで講談本というものがどんどん売れるようになって、講談速記本とか講談本というものが売れるようになって、そういうものを出版していた会社が講談社になってるんですね今。 もともとは講談速記本を売ってた会社と講談クラブっていうね雑誌を作ってたところなんだけどそう,うだ、ね、そうなんですよねだからその即記本というものが売れるようになったで即記本が売れるから他の出版社の人たちもこの速記本をどんどん出すんですけどいちいちも気に入って書くのが面倒くさくなってくるからうん、うん、あんまり売れてない。 文を書くに侍と書く文史と書くと言われる、はいはい、売れてない人たちに、うん、ちょっとあんた講談風に、うん、あの適当に話作ってくれっていうふうに頼むわけですね。<ー>でその人たちがが講談喋ってるかのようにこうに書くわけですお、まあ、ある種台本みたいなもんだなこれがこう、うん、いわゆるこう一般の人たちが楽しめる小説というものになっていてこれがどん,どん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 日本の中ではまた近代文学というのが広がっていったでその中で書き言葉というのが醸成されていったとっいうのはね これは実は日本語の書き言葉によってはとても大事なものでじゃあそもそもは喋っているものを文章化していってっていうところからスタートしてるってことです、ね、そうなんですよだからこれはね大変難しい作業だ,<ー>だ明治時代ぐらいからだん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 それで積み上げられてきたものがその速記という技術が今はもう必要なくなってきてで今はテープに録音していた時代から今度はデータで記録すればいいそ,、ね、それが音声だけではなくて今は映像もこう出てくるだからこの先ほど言った東北議事録センターという会社も もう今はです、ね、そのテープ起こしという仕事以外にも例えば、議会のネット配信、はい、市民の人たちがこの、ねうん、市議会とか県議会でどういう話をしているかというのをリアルタイムで見たい、うん、それをちゃんと見届けたいという需要が出てきていますから、うん、それを撮影して配信するみたいな仕事もしたりしているらしいんですよね。うんうん だからこのままいくと書き起こしというもの自体が本当は必要なくなっていくのかもしれないというようなこともす、ねこうん、例えば AI とかさ、うん、そういう範疇にもまた入ってくる可能性も、ねうん、あるんじゃない時代が、ね、やっぱ変わってくると今、ね、AI が自動音声認識で文字に変えてくれると今はかなりの精度でできますけどこれは共通語だけの話であってそうか例えばこれがなまってたら。 やっぱり何言ってるか分かんないってことですよね。ね難しいわ考えたら海って言われたら AI が聞いたら「海グベ」って言ったらこの歯だから出てくる傷口に湧いてる海う海」ね「海に行く」「海が行く」というふうに書かれてしまったりとかね歯の間についてるばい菌やらばい菌の餌やらもうゴちそうトりのですよって言われたらそれをどういうふうに文字に起こしていいかっていうのはこれはもう。 わわからないけですねそれを覚えさせちゃえばいいそれを覚えさせゃばいいけどもう日本中の方言にそれを当てはめなきゃいけない大のでまたその方言の中にも個人によってばらつきはある間に「うんだんだだよ」っていうのが入ってくる「だなえ」っていうのが入ってくるそしたらもう文字起こしなんて機械じゃできないですよねそだからそうだと思いますよだからそれを聞き取るというのもこれ人間にしかできないから AI にそれを任せるというのは向こう10年20年の話でもなさそうだいくらタクシーが空飛ぶとねそれやっりできない相談みたいですよ文字に起こすっていうのはそれはそれでね今まさに仕事してる人たちにとっちゃ大事だわねそうですでもだって普通の政治家の人たちの国会答弁とか聞いててもそれは多分このまま文字起こし AI がやったらうまくいかないだろうなと思いません先ほどの 質問に関しましてですけれども、われわれの方でも、しっかりと検討を重ねていかなくてはいけないと、いうのを全部<何>、えー、というのも、えーってなるわけでしょそう。よねあ,<ー>あ <ラッ>とかね、<ラッ>全部文字になっちゃうでしょう AI からしてみたらそ,、ね、それはやっぱりできないですがねだからプロの職人さんというのかそこでちゃんと勉強した人たちが <onas era> でまたこれ書き起こしたような語彙力がいるんですってパッと聞いた時に知らない単語だったらやっぱり書き起こさないんですよねだから難しいんだもんねだって方言も書き起こすっていうことは知らないから余計に分かんないんだもんそうか 言葉してないと難しいわね東,東北に行って絶対覚えなきゃいけない単語の一つは伊豆井っていう言葉らしいんですけど伊豆井どういう意味ですか伊豆井なんていうかね伊豆井これはなんか宮城県とか 茨城の方でも言うとおっしゃってたかなちょっと私は地元の人じゃないのでほうほう今日はちょっとね結構東北ネイティブの皆さんが聞いてるみたいでさっきから私の間違いをツイッター上でたくさん <laughs> 修正してくださってるんですけどもしっくりこないってことそうそうなんかね着心地が悪いとかな,いなんかこう座りが悪いというか違うそうじゃないみたいな意味合いらしいです<ー>伊豆っていうえずえみたいな言い方するみたいですけどえずえみたいな 言い方すですけどこれなんかはもう翻訳のしようもないからもうその単語として書かなくちゃいけない「いずい」と書かざるを得ない<ー>、うん、書き換えができないってことそうだ、それはもう言い換えが利かないみたいな言葉らしいんですねだからそういうのなんかも機会はやっぱりわかんないから確かにそうね、うん、人間が聞いてこれはこっちの意味合いだな,なこれはこう翻訳すればまあ通じるなということを考えながら やららななくちゃいけないらしいけし、ね、同じ単語でも、うん、その文章の流れで意味がちょっと違うように取れるそこの微妙な部分は、うん、AI じゃ無理だっていうことね、まあ、だからどうしても人間の手でやらなくちゃいけないなるでほどし、ね、しかも人間の手でやっても、うん、その日全部書き起こしましたと1時間分書き起こしましたってこれで終わりじゃなくて、うん、次の日一回寝て起きて別の人にちょっと読んでもらう<ー>でそうすると もう一回聞きながらこうずっと読んでいくと間違いがあったりするんですよやっぱ絶対あそうだろうね、うん、でここもやっぱ直していくとかあの A とか A を削っていくとかいう作業をして初めて議事録って完成するんでやっぱ3日4日かかるらしいですねそうかかるわね時間がねやっぱり素人ができることではないとなかなかできないなうもう私性格的に無理だわそういうこと「いい!」ってなる人もういいっきなってもうずっと、うん、多分もうねあの歯ぎしり多くなると思う <laughs> 寝てる時に「<laughs> 一年もなってると思うストレスでな,くなってきますよね。いやだからありがたいですね。そういう人たちがいるから世の中回ってるってと,だとういうとがいるのはありがたいことです。いや本当こう東北の言葉を書き起こしている会社東北議事録センターという会社なんですけど、まああの先ほど言ったねその社長の花積さん、はい、ご出身福島県福島市ということで、うん、今日はね、はい、あのまあズブズブの関係ということも手伝って福島県のお酒をですね、まあ、実は今日お聞きの方にプレゼントしようと思ってるんです。日本酒？はい、えー、令和四年のですね全国し 新種鑑評会というお酒の味をこう測、ね、はかる会があるんですけど、ね、その中であの金賞を受賞いたしまして、はい、えこちらのお酒「大吟醸田島」というお酒があるんですけれどもこれは会津酒造。 株式会社というところが作ってますね。えーえー、こちらこれ結構な,ーーこ,れなこれは昨日うちのディレクターの中田陽子さんがね、はいえー、福島県大阪事務所に行きましてですね。はいえー、そしたらもう向こうの人たちが、はい、これが一番いいんです。ですね、これがもう一番美味しいですっていうふうに <laughs> 今のと今を一番いいこれですっていうふうに言われたというお酒ですので、えー、こちらをお人方にプレゼントいたします。はいメッセージも添えてぜひこちらまでお願いします。宛先はメールとファックスで受付をしています。メールアドレスは金です。 kin.mbs1179.com kin.mbs1179.com ックス番号は大阪0668099090大阪0668099090いいんじゃないのかかりまでお願いします。方言 と書いてください合言葉は方言なので方言と書いてくださいもちろんメッセージだけでも募集をしています採用させていただいた方にはいいんじゃない特性ゆったりしっとり濡れティッシュとふんわりサラサラ乾きティッシュさらには森下人担さんとコラボしました番組特製ステッカーをプレゼントいたしますえ番組の公式ツイッターもありますのでぜひ、えー、覗いてみてくださいハッシュタグ腹筋 ハッシュタグ副金で検索ですお願いします